言ってたら始まっちゃいましたね。ソウルキャリバーなんだよ。ソウルキャリバーになってえなんかこの辺ウェブラ13でやってたんだけど、なんかいきなりソウルキャリバーになってびっくりした。だから多分変えてなかったのかな。さあちょっと始まってしまいました。始まりましたね。レインチョコ、これ前回対戦した時レインさんがかなりボッコボコにしてましたけど、チョコさんこの前回の接触晴らせるか。さあとなんかチョコさんもかなりあのガードしたディディがかなり崩しにくいというルールと言ってたので、果たしてそこの攻略方法を見つけてきたのかどうかでもちょっと聞きたいところではありますね。まず序盤はしっかりと押し合いをレインさんが制していきます。さあ掴み出して、しっかりずらしていく。クマ入れて後ろ番手で見てお願いします。さあ NB から NB NB、 ああしっかり NB の隙を狙ってバナナを狙い撃ち。12番台80%、はい、これ、うん、怖いぞ。今の怖いですね。今怖かったですね。さあバナナしっかりガードして掴みを貪欲に狙っていくレインディリー。さあ10番掴みが外れてしまう。しっかりずらして、あーっと転んだとこしっかり入れ込んでましたね。さあここまで圧倒的になんかリードしてるが、しっかりと差し合いを入れていきたいところ。さあしかしレインさんのプレッシャーのかけ方が本当に、あーっとキープ読んでましたが掴まれちゃいましたね。下にも判定が広い。そう、まあしょうがない部分はありますけど、まあ、ちょっとあれですね、なんかさあバナナを当たった瞬間に咲いていく。5スっている。今の反応速度もやばいですね。行ってそうから本当に行ってあってくるあたりはさすがレインさんというところでしょうか。あとしかもそこで首入れられるのもすごいですね。そうですよね。すごく反応できるなって世界する。ジャック入れて熊へ。さあ浮かしたところでチョコのターンになるか。なかなかチョコさんのターンになれないですね。今しっかりと引いてるんですよね、レインさん。逃げますし、肝心のなんか連携指導のネット、そして下強が全く入れさせてもらえない。なるほど。でちゃんと空中浮いた後も JNA の射程圏内からずれるようにレインさん逃げてますんで、なかなか連なるってちょっとさんちょっと苦戦しても見えますね。あーっと、ちょっと横だったか。今のはどうなんでしょうね。そう初めて見ましたけど、これはちょっと X っぽい感じでやってしまいましたけれども、まあ、今回パラライザーで入るしびれ判定1回分しか入ってないんで、ちょっと2回目入った後の空上が追えなかったですね。でも回避見たら分かんなかったですね。そうですね。正解の横スマずらせること嫌ったんでしょうか。さあ空後ろ入ってバーストしない。重いディディ。おっと強気の攻略攻撃、なかなかバーストできない。こちらサメちょっと苦しいところがあるか。さあ掴んで伸ばして上入れられない。うまく上から逃げていくレインディリー。さあホカホカが入っている。このまま捕まると若干怖いぞ。プッシュを入れてもらえず、さあ本当にガードが崩せない。レインのガードが硬い。なんとかして掴みは通したいけれども、その掴みを見てレインさん回避してきますからね。さあこの TG じゃない、捕まれてしまって、ね、あーっとずらしは危なかった。手がちょっとかかりすぎて当たらなかったですね。ただ回避見てたらちょっと多分死にましたね。あれ怪しいですよ。おっと死なないんじゃないでも、まあ、クエルはそこまで飛ぶ技じゃないんです。バス技じゃないけど、でもそれでも死なないんですね。あーっと上京が入らない。あーっと怖い。バナの反射も見てしっかりと掴みを抱えて、あーっとしかしもうこれ入らないですね。さすがに。さあしかし最低空のジェン、うわーって入れて込んできた。暴れてきた。もうあれが怖いって言った隙にほんとちゃんと入れ込んできましたね。いやー抜け目ない。1本目取ったのがレインディリー。最近判明したことではあるんですけれども、はい、実はディディの上方向の緩和が実はヨッシーより重いんじゃないかっていう。えなんどういうことですかこれ。あの最近ちょっと、はい、なんかそういう説が流れてたらしくて、はい、まあ、ちょっと一回うちの奥で確認してみたんですけど、あの 0% のプリンで眠るを当てて、はい、緩和はまあずらし込みで入れてみてどっちが先にバーストするかってやったんですけど、はい、ヨッシーが先にバーストしました。あれ
ヨッシー上方も若干軽いのか、それともリリーが重いのか全くよくわからないんですけども、そうです、ね、体重差考えてもちょっとおかしいところではあるんですよちょっとなんか理論的になんか説明欲しいですね、それなんか。そうなんですよね。じゃあ、あれですかね、もしかしたらさっきの QN もギリだからバーストしなくてヨシだったらバーストしたっていう可能性はありますね。ありますね。まあでも横方向込みなんで、あの、まあ、真上です、真上の方向がギリが強いみたいな感じなんで。それはちょっとなんか新しい情報というか、なんか意外な情報ですね、これ。もしかしたらそこの体重、もしかしていろいろ調べたらなんかいろいろわかるかもしれないですね。さあ、そうなんですよね。なんかもしかしたら全然違うデータが参照されてる可能性が高いですね。まあ、その眠るなバーストパーセントの差って言っても大体 2% 差くらいではあったんですけれども、あ、なるほど、眠るなので他の技で考えたら多分もうちょっと差が出てくるんじゃないかなっていう。あ、確かにそうですね。それ考えてリリーが上方向に重くていいのかっていう話もあるんですけど、なんかおかしいですねそれは。さあ今度は横スマしっかり入れ込んでいく。メインリリー硬い上にバーストも見逃さない、確定状況を逃さないですよね、インさん。ほんと、見てますね。さあ、つかみを透かしていく。通したいつかみなんですけれども、そこもやっぱりしっかりワンチャンを与えないのがレインリリー。ライザーからクエ、しっかり浮かせていくが、うん、強い、しゅるしゅる入り込んでますね。はい、あと DA の差し込みで、うまいが早い。先ほどの手打って変わってでかい、あっと今回避して見たら、あ、うまく当たったら死んでましたね。ただまあでもフルタイミングとしては完璧だったんですけど、チョコさんがあれですね、逃げがうまかったっていうあります。あっとあの TA をしっかりガードしていく。あの TA ガードできるのしっかりガードするのすごいですね。あーっと怖いぞ、知らない。まあ空前の空前の空前の下すま見てくれどんな反応速度してるんでしょうね強気な夢に通していきますね、レインさん。いや何が何でも早すぎでしょうさあ電光石火のごとくレイン2戦取っていきました。強い、強い、雪辱ならずって感じですね。やっぱりこの男を誰が止めるでしょう。はい、じゃあちょっとここで